さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。よし今日は出勤前にマミさんのところに寄っていくぞ。いつもはお昼に行くから朝から来たらマミさん変に思わないかな。おはようございます。あれ手錠さん、朝から来るなんて珍しいですね。お仕事ですか？お疲れ様です。あーいや仕事っていうかどっちかっていうと今から仕事で出勤前に寄ってみたんです。あーそうなんですね。じゃあ今日のお昼は手錠さんに会えないんですね。ちょっぴり残念。もちろんお昼も来ますよ。お昼もお弁当とかサンドイッチとかもうてかもういつも全部買います。全部手錠さんいつもいっぱい買ってくれるけど食べれるんですか？お仕事頑張ってください。くー朝からマミさんのところ寄ってよかったな。出勤前にこう力が湧いてきたぞ。よし今日も頑張るぞ。ルン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 と、あれイオさんとランコがいない。それに権力さんもこっから見えないぞ。おかしいな、何やってんだろみんな。おはようございますって。あ先輩おはようございます。ちょっとまたこたつ出してるじゃないですか。っていうかもうイオさんも権力さんも何やってるんですか？ごめんごめん手錠くん、まだ実家から送られてきたみかんが大量に余ってるのよ。このままじゃ腐らせちゃうから。せっかく人が気合い入れて出勤したっていうのに。権力さん何やってるんですか？違うんだ手錠、俺はそのまだ出勤時間じゃなくてだな、ちょっと早めに来たから今はこれはまだ仕事中じゃないってことで。それだったらせめて私服に着替えといてください。まったくもういつまで経っても正月気分が抜けてないんだから。こういう時また何か事件が起きても知らないですよ。先輩こそまたそこに立ってたらスナイパーに狙われるかもしれないですよ。そんなのにビビってるようじゃ警察なんてやってられないんだよ。バーン、ひゃー、またスナイパーか。やべえ、どうしようか、隠れた方がいいかなって。あーなんだおまわりさん、びっくりしすぎあるよ。くっ、騙された。どうしたんですか？何か交番にご用ですか？何にも用がないのにここ来るわけないある。ちょっと相談乗ってもろてええか？なんだろう、外国の人なのかな。いやー、みかんまでご馳走していただいてありがとうある。いえいえ、どういたしまして。それで何があったんですか？実は私最近ハートハウスっていうところを経営しているあるが、うちの自慢の温泉で覗きが発生しているらしいある。ハートハウスってイオさんこないだ二人で話してたところですよ。ああランコちゃんがスマホで見てたあの女性限定の素敵なところね。そうある、そうある、女性限定で最近やっと口コミで人気が出てきたある。でも覗きがどうとかいうのが広まったらうちの経営にも関わるある。警察の皆さんどうかしてほしいあるよ。なるほどな、そういうことか。それじゃあそのハートハウスってところで張り込みでもしますか？権力さん、そうだな、怪しいやつを片っ端から捕まえればいいだけの話だ。ちょっと人の話聞いてたあるか？男性はダメって言ってるある。俺たちは別にいいでしょ、お風呂を覗くわけじゃないんですから。ダメある、ダメある、警察の方だとしても男の人はダメある。こないだも女装して勝手に入ってきてる人たちがいたから大騒ぎになったあるよ。大丈夫ですよ先輩、今回はこのランコちゃんとイオさんお二人に任せてください。イオさん楽しみですね温泉。もうランコちゃん仕事で行くのよ。お姉さんたちなら大丈夫あるね。それじゃハートハウス案内するある。はあ本当に大丈夫かよ。手錠、実はお前みかん気に入ってるだろう。わあ素敵、ハートの形してるお家だからハートハウスって言うんだ。温泉はあっちだからついてくるある。なるほど、結構広いんですねここ。これだけ広かったら確かに覗けるスポットはいくらでもありそうね。それでいて逃げるスポットも多そうだからなかなか捕まりっこないですよね。そういえばお客さん誰もいないみたいですけど今日はお休みなんですか？違うあるよ、今日は夜から営業開始ある。
それに覗きが多発しているのはやっぱり夜に多いんやるよ。どこにいるかわからないし。なるほど、そういうことですか。よし、じゃあ伊代さん、夜になったらここでちょっと張りましょう。蘭子ちゃん、そんな気合い入れて言ってるけど本当は温泉入りたいだけなんでしょう。ぎく、まあそれも正直あります。伊代さん、そろそろお客さんも入ってくる頃ですかね。そうね、そろそろ見に行きましょうか。蘭子ちゃんもこういうところ彼氏と来たいんじゃないの。そうですね、でもあいにくそういう相手全くいないんで。それを言うんだったら伊代さんは権力さんと来たいんじゃないんですか。私は別に そんなこと考えてないわよ。伊代さん、コップコップ、危ないですよ、足にかかりますよ。わあ、ライトアップされてる、すごいな。女の子が喜ぶわけですね。警察の方、今お客さんぶち込んどいたからちゃんと見張ってある。あの、ぶち込んだっていう言い方はちょっと良くないと思いますよ。お、さすがハートハウス、結構お客さんいますね。蘭子ちゃん、この温泉3つあって広いし、手分けして見張った方がいいかもしれないわね。了解しました。それじゃあ何かあったら上に銃をぶっ放しますね。ううん、そんな銃声で合図しなくていいの、普通に叫んで。それにしても本当に広いな、ここ。ここにもあって、あっちにもあって、あっちが伊代さんが見張ってるんだ。はあ、いいな、私もゆっくり温泉浸かりたい。キャー、変態。今の叫び声もしかして出たな。ちょっと待ってね、今行くから。どうしたの、何かあった。今変なお面かぶった人がすぐそこに。わかった、ありがとう。どこだ。ん、もしかしてあれ。こら、待ちなさい。はあ、捕まえたわよ。あ、いや、その私はですね、この山の神でして。神がなんでひょっとこのお面つけてんのよ。あなたですね、最近覗きをしているっていう犯人は。いえいえ違います。その覗きをしたのは今回が初めてでして。蘭子ちゃん、お待たせ。その人が犯人。そうなんですよ、伊代さん。しかもわざとらしく嘘ついて今日が初めてとか言ってるんですよ。本当なんです。今回が初めてなんですよ。言い訳は警察署でたっぷり聞いてあげます。はあ、仕事した後の大きい温泉はすっごく気持ちいいな。あの、伊代さん、なんで帽子かぶったままなんですか。それはあんまり聞かないで、蘭子ちゃん。でも、もし今違う犯人が来たら、私たち追いかけられないですね。こら、何覗いてるの。へ、どうせ追いかけられっこないだろう。じゃあな。伊代さん、あいつ、私たち覗いてましたよ。クソ、私が温泉に入っている時もこの帽子をかぶっていることがバレた。いや、伊代さん、そんなことどうでもいいです。あいつ、蘭子ちゃん舐めるんじゃないわよ。待て、こら。なんでその格好で走ってくるんだよ。あなた、女性が温泉に入っている時は追いかけてこないと思ってそれにつけ込んだわね。お会いにくさま、私警察官ですから。あなた、私の秘密を知った罪は重いわよ。観念しなさい。うわ、伊代さんめっちゃ恥ずかしがってる、かわいい。蘭子、裸で犯人追いかけ回したらしいじゃないか、さすが。裸じゃないです、ちゃんとバスタオル1枚羽織ってました。くっそ、今まで誰も追いかけてこなかったのに。一回でも絶対に悪いことはしちゃダメだな、とほほ。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタンもよろしく。 Twitter とか Instagram もよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も笑顔で頑張るぞ。バイバーイ。